ッセージ投稿しますは OK で OK で、はい、放送開始30秒前です。放送開始20秒前。10秒前。9、8、7、6、5秒前。4、3、2、1。皆さん、Good morning!おはよう、サタデイ。ミッキーアイビンド、チューウナガビラ、ユタシクウニゲーサビラ、ミッキーのミラクルハッピーデイ。今回は6回目の放送です。いつもね、アシスタントを務めてくれているレイカさんは、今日はちょっと、東京の方にね、旅行に行っております。マイさんは、また来週から2人で、コンビでね、アシスタントを務めてくれることになっております。今日は私ミッキーが一人で、お送りしたいなと思っています。はい、それでは、最初にですね、私事ではありますけれども、お知らせがあります。今年の8月ですね、8月宜野湾市の赤道の老人福祉センターで、歌謡カラオケの講師を務めさせていただくことが決まりました。はい、もし、興味のある方、カラオケのですね、歌の内容は主に、演歌夏メロになると思います。ここはシニアの方が対象ですのでね、もし興味のある方は、赤道の老人福祉センターにお問い合わせください。それから、もう一箇所ですね、これは、上大蛇名の公民館なんですけれども、キーボードハーモニーと歌うヒットパレード、ボーカルレッスンのメンバーを募集しております。はい、今のところ歌うヒットパレードの、ね、メンバーさんが、今募集をかけておりますけれども、午前11時からということだったんですけれどもね、金曜日の、毎週金曜日ということだったんですけれども、ちょっと私がですね、今ある学校の講師を務めることになりまして、午前中は、埋まってしまいましたので、もし上大蛇名でですね、このヒットパレードボーカルレッスンの、サークルを始めるとすると夕方頃になると思います。時間はですね、まだちょっと決定ではありませんので、また後ほど、ラジオでね、皆さんにご報告していきたいなと思っています。お問い合わせは090-6858-4578 090-6858-4578ミッキーの音楽教室にお願いいたします。それでは、ここで皆さんがよく、携帯でメールを送ったり SNS をなさっていると思いますが、実は危ないメールがあるわけです。あえてですね、私おとりになりました。これは怪しいな、特に外国から来るメールなんですけども、もう、なんて言いますかね、いつもね、アシスタントを務めてくれてるレイカさんが、先生これ危ないよ、開かない方がいいよって、何があるかわからないよ、外国人なんて、ってね、思ったんですが、友達の友達の友達だったので、もしかしたら、ね、ちゃんとした人なのかなと思いまして、相手から腹を打ってきたので、ハローって返しました。そしたらそこから、ただハローって言って返しただけなんですけれども、そこからあちらの方から、いろんな話を持ちかけてきたわけですね。家庭の話とかね、今シングルであるという話とかね、
まあそれがですね、本当にあの手が込んでまして、写真、写真がお子さんの写真であったりで、あの妻を38歳で亡くしてとか乳がんで亡くしてって、なんか絵に描いたようなお話だなと思いながら、でもまあありそうな話だったので私も載せてもらいまして私はもう正直に答えてるんですけど私もただいまシングルなんですけれども、いろいろありましてっていう話をちょこっとしたら、もうたくさんメールが返ってきまして、はい、あとはハニーになりました、私はいつの間にハニーになったんだろうって感じなんですけども、そうやって話していくうちに、僕はある、ね、大企業のガス、またあと石油を、ね、あちらこちらに交渉する仕事をしておりますと、マネジメントみたいな仕事をしております、ね、あなたはジャパニーズ私沖縄って書いてるのにジャパニーズ日本のっていう、ね、なんかぼやけた答えで来るんですよね。おかしいなと思いながら、あれってプロフィールも明らかにしてるのに、じゃ日本アバウトだなと、ね、であなたはどちらなんですかって言ったら、イギリスですと、イギリスのロンドンに在住しておりますと、ちゃんと来たわけですね。あ、そうですかと、これ英会話の勉強になるなと思ってもうね、あの変換機があるじゃないですか、 iPad で、ね、変換して、それを、一生懸命打ち込んでですよ、 ABCD を英語苦手なんですけどね打ち込みつつ、相手にねお送りしました。大体まあそんな難しい言葉は返ってこないだろうと思ったんですけども、あちらもさることながら、もう本当にあの専門用語とかも使ってね来る、返ってくるわけですよ。 そしたらだん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 信じたくなるじゃないですかね、でハニーとか甘い言葉で、美しい声ですねとかねラジオ見ましたとかいろんなことをね、あのなんて言いますか、実際に会ったことを言われるとね、あ本当なのかなと思いましたでも私はどちらかといえば用心深いので橋を渡るときは叩いて渡るタイプなのでこの人は SNS の、そういう投稿サイト の身元調査じゃないですけど、ちょっと調べてみたんですね。そしたら全く同じの同姓同名の人がいたんですね。でその方は俳優さんなんですけどもね、もしかしたらその方の名前を使ってるのかなとふと感じましたそして昨日ですあなたのところに私は行きますと、はい、それがですよ、外国の、ある場所に行って、その帰りに私の、そのね、日本に寄りますと。え？沖縄に来るんですかとふと、沖縄を入れました。そしたら相手が、てんてんてんと、え？何を言ってるんですかという形で帰ってきたので、ん？何を言ってるんですか？こっちが聞きたいじゃないですか。来るって言うから、ね。そしたら、お金の話が出てきたんです。それが、送ってくださいじゃないんです、仕事が成功して莫大な、ね、資産を得ましたと。で、あなたはお金に困ってるんじゃないですか、あなたにぜひお金を融資したいと来たわけですよ。はってまあそれは嬉しいですよね、これが本当であればものすごく嬉しい、嬉しいなと思いながら、まあそんな美味しい話はないでしょうと、宝くじが当たれば別ですけどと思って、どうやってあなたは私にその資金を援助するんですかって問い合わせたら、アドレス番号から全部教えてくださいと、 ID から。それはね、さすがにんと思って、あこれはやっぱり嘘だなと思って、いや私はお金はいりませんと、あなたが来てくれるんでしたらもうね、お会いできたらそれで結構でございますと丁寧にお答えしました。そしたら、残念です、あなた、君は僕のこのね愛を受け取ることができないんですかと。おかしいでしょ僕はもう非常に残念で、そして失望していますと、私に、え、私お金催促しないでいたら失望されるんですかと思いながら、ああもうこれ完全に私の ID とパスワードを知りたいだけなんだなと思ったので、はい、もうそれからは凍結しましたけど削除削除でやっていってるんですけども、とても面白い体験をさせていただきました。あれやこれやと言ってくるわけね。で、私の母は元軍
軍の中で勤めてたので、ライブラリー、図書室にいたので、多少英語わかるんですよ。それで文章を見せたら、難しい英語使ってるね、この人って。まあ、まあ、イギリスの人かもしれない。でも、回りくどりすぎると、話が。こんなじゃないよって言ってました。外人さんってこんなじゃない、ストレートで聞いてくるから、こちらが例えばいつ何時に着くんですか、こちらにね、沖縄に来るんですかって言ったら、ちゃんとすぐ答えてくれるはずだと。でもおかしいこれはと、うん、ということで親子ででも楽しかったですよ、その間は。本当かな嘘かな、本当かな嘘かなみたいな感じで、ね、まあでも、あ、面白い体験をさせていただきました。またこんなユニークな、また投稿もありましたね。男性が結構最近増えたんですけどもね、写真載せたからかわからないですけど、はい、写真写りがいいので来てくださってるのかもしれませんけれども、例えばですね、こんばんは、おかえりって来るんですよ。それが私が帰ってきて1時間2時間後なのでうんって思うんですよね。たらまた朝は朝で、私はもう早起きで6時ぐらいに起きて、今もう学校に勤めてるから早いんですね、ちょっと遠いところなので。そしたら9時ぐらいかな、おはようございますってから入ってるんですよ。えとか言ってまあまあ私のことは知らないんだろうなと思いながら、うん、でもおはようございますとこんばんはしか言わない方なんですけどね、毎日ですよ。ちょっと気味悪いので送ってませんけど、送り返さないんですけども、まあね、最近ね、アイドルがね、刺されるとかいろんな事件が起きてますよね。もうそういう、もう事件を聞かされると、うん、信じたい気持ち半分、半分は本当かなって。やっぱりね、皆さんよく考えてみてくださいよ。人間はね、会って化学反応を起こすんですうち生徒にもよく話するんですけどね。ですから、うん、まあバーチャル的なアニメ的なね、そういう世界観っていうのも私大好きなんですけど、アニメオタクなので好きなんですけど昔のハイジわかります、うん、ハイジとかね、フランダースの犬とか古いですけどそういうね、昔の鉄腕アトムとかわからないでしょ今そばに何くんでした、山崎くんが今答えてくださってるんですけども、うん、山崎くんの年齢はガンダムかな、違います、あ、ガンダムわからない、いや、わかりますけど、うん、年代ではないかもしれないです。じゃあどんなアニメですか、山崎くん。デジモンとか。あ、デジモン、あ、なるほど、ポケモン。あ、ポケモン、うんうん、はい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 、あ、そうですか、はい、如月さんは答えられますとか言って、如月さん、如月さん、はい、如月さんもっと若いですか。私ですか、はい、私は26ですね、はい、なんで、なんか、あ、どっちが、どちらが、私の方が年上になります。あ、そうなんですか、はい失礼しました、はい、で、如月さんは、私で言うとポケモン世代になりますかね。あ、やっぱりポケモン世代ですか、はい。如月さん、とても声がダンディーって言ったらちょっと言い方おかしいですか、すごい素敵な、いつもですね、サポートしてくださってて、背も高くてですね、ね、かっこいいんですよね。ありがとうございます、はい、お二人ともイケメンなので、うちのレイカが喜んでますで、いつも如月さんがPA のね、この操作の仕方とかも教えてくださってね、私も勉強になっております。実は私、機械が音痴なんです。音痴なんですけど、そこそこはできますよ。そうですよね。iPad とか使ってらっしゃいますし、はい。はい。まあ、そこそこ、まあ、年代よりは、まあ、なんて言いますか、使いこなせるかなとは思うんですけども、でも、実は私も、福原楽器の北島遠心さんという方がいるんですけど、はい、その方は、ちょっとネーネーズの、PA とかなさっていた方なんですけど、に、習いに行って、教えていただいたりとか、時々なんですけどもね、教えていただいたりとかでさせていただいてるんですね。コンピューターミュージックもちょこっとやってるんですけど難しいですね。あれは難しいですね。キューベース8とか今、はい、最新のやつ使ってるんですけど、はい、使われてますもう いつか使いこなそうとは思ってるんですけどもね、はい、もう使われていてですね、もういつもその教えてくださるティーチャーがですね、お前はバカかと、何回教えてもわからないっていうね、もうだんだん慣れてきましたけどね、そういう言葉に言われるのに、はい、言われる言われるのに
私はあの生徒にはバカかとかそういう言葉は絶対使わないんですけど、はい、アホとか何回教えてもわからない。この3つは教員はダメなんですね。言ってはいけない言葉なので、はいはい、そういうことは言わないようにあの、うんうん、してはいます。なるほど、言わないようにということは言ったことがあるってことなんですけども、はいはい、もうね今とある中学校であの非常勤講師を務めさせていただいているんですけどもね、はいはい、もうまず最初にあの自己紹介、先生自己紹介してってみんなも興味があるんですよ、はい、ね、先生どっから来たのとか、一人ねとか、シングルとか、結婚してる子供いるとか、もういろんなこと聞くんですよ、ファーストキスはとか。もうそれでもう最初は私がお話しすることが、私は女ですか男ですか、それでもジェンダーですか、まあ、間っていうことなんですけど、はい、ですかって聞いてみんなびっくりするんですよ。見てくれに騙されたらいけませんよ、私はスカートが入ってるからといって女性とは限らないんですよと話をしましたそしたらまあまあこれ何クラスもあるので全部同じようなことを言うんですけども、はい、そしたらもうリアクション面白いですね、さすが中学生、発想豊か。男だと思う人だったら何人か数人かいるんですね先生男かもしれない、声がトーンが低いからとかで、またあの女性だと思う人って言ったらもう 女子はもね、どちらかというとリアルなんですね、はい、あんまりバーチャルではなくて現実的なんですよ。だからほとんど全員が女子、あの女子ですって手を挙げるんですね、女子が女子ですと女子が女子ですで男子は惑わされるわけですよ。でジェンダーも言いました、ジェンダーだと思いますっていう子も何名かいて、本気ですよ本気で私がふっとため息をついて、それでは皆さんに今日初めて告白します。その時校長先生もご覧になってたんですけどね、はい、もう校長先生の前で本当のことを言います、シーン私は女性です、ウーマンですということでみんなドドってなりましたけ ど、 なるほど、はい、女性ですということで始めまして、私が、なぜミッキーと呼ばれてるかということでまたこのお話をしまして、はい、それからあの水の結晶の話をするんです。水の結晶、はい、これはちょっとのお話できません、なぜかというとまだあの私の話を聞いてない子が何人かいますので、はい、これはちょっとシークレットなんですけども、はい、その話をしてその後モーツァルトクイズ、ベートーベンクイズということで、イエスノークイズってあるんですよね、丸×教室を半分に割って、ラインを引いてですね、丸×という、ね、シートでこう書いて、その、丸×で、次の問題に答えてくださいという形で、はい、ベートーベンはカツラか地毛かとかなるほど、はい、そういう話を大事ですね、はい、させていただいておりますよはい、はい、それではそうそう一回曲の方に行きましてから、はいはい、また CM 挟んで、はい、また続きをお楽しみください。はい、ありがとうございます。
はい、皆さん、ミッキーのミラクルハッピーデイ楽しんでいますか？先ほどお送りしました灘草草は、私が教室の方でね、録音したものを流させていただきました。時間の都合上一番だけになってましたけどもね、はい、それでは残りの時間はですね、よく皆さんから、質問を受けております。ミッキー先生は音楽教室だけじゃなくて手相もしてるの？と。手相カウンセリングもしてるの？はい、実はそうなんですね。もう一つの顔は手相カウンセラーです。学校では言っておりません学校で言うとね、大変なことになるので、みんな見てみてね、見てみてちょうだいってくるので、学校では内緒です。はい、それでは、ちょっとアイネのお部屋、手相ではアイネと名乗っております。アイネのお部屋でね、私が手相をカウンセリングしている、そのキャッチフレーズといいますかね、コマーシャルをちょっとお話ししたいと思います、ね、手相は大脳のシワを示すと言われ、物理学者アインシュタインも第二の脳であると発言するほど脳と密接なつながりがあり、日々変化するので、変化するのです。今日はちょっと滑舌が悪いですね。近年ではさらに研究が進み、体の不調や対人トラブル、事故などを予告するリーディング法も明らかになってきました。手相カウンセラーでシンガーソングライターとしても活躍中の仮眠中、こう朝とかまどを祖母に持つミッキーこと私、峰山キニオが、仮眠中の甲高さとインスピレーションを生かし、独自で編み出した手相学の知識を使って分かりやすく読み解いていきます。はい、ということで、本日は手相はね、皆さんね、見る方っていうのは多いと思いますが、なんと手相だけではなく、指学、ね、指の長さでね、占うこともできるんですよ。はい、それでは今日はちょっと指学についてお話ししていきたいなと思います。はい、これが標準の長さなんですね。今私が、これお手製なんですけどもね、それでは、各指の長い短いをちょっとお話ししていきたいなと思います。はい、残り3分ということですので、まあ、手っ取り早くお話ししていきたいなと思います。指学は、はい、指の長さ、長い短い、例えば親指が長い短いね、それから人差し指が長い短い、中指が長い短いね、薬指が長い短い、はい、小指が長い短いというふうにしてなりますね。こういうふうに、ね、なっています。はい、それでは親指の方をお話ししていきましょう。親指が標準的な人、標準的な人っていうのは、人差し指の、第一関節のよりも下の人は標準的なね、長さですよ。でも、人差し指の第一関節よりもちょっと長い人は、親指が長いと言えます。まず長い人、意志の強い頑固者、はい、意志の強い頑固者、はい、短い人は感情的な、甘えん坊さんっていうふうになりますね。はい、人差し指、今度は人差し指ね、人差し指を見てください、皆さんね。人差し指。人差し指が標準の方。人差し指が、中指の第二関節よりもちょっと長い方は標準。中指の、第二関節の半分よりも上の方は長いと言えます。ね。はい。長い場合。ね、人差し指が標準より長い場合は、プライドが高く努力家。短い場合、消極的で控えめと言えます。はい、残り1分になりましたね。次回はまたさらに詳しく指学をね、皆さんにお伝えしていきたいなと思います。ミキの音楽教室では、ボイスレッスン、ね、またカラオケのレッスン、ピアノのレッスン、
を、レッスン生を募集しております。090-6858-4578ミッキーの音楽教室までお問い合わせください。また、喉が不調だという方も質問にお答えしていきたいと思いますので、ご遠慮なくお電話ください。090-6858-4578ミッキーの音楽教室からのお知らせでした。